今回はブルーロックの申し子潔についてみんなの反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。そろそろクソド発展がよ1がリリ始めそうで楽しみだぞよ1。潔が打てなかった自分が悪いって結論になっててよかったなん、ボール浮かせてんだ、泥船沈めとか言うかと思った。潔さんちゃんと相手だけじゃなくて自分にも厳しいのおせる。潔の暴言ルビ笑う、ほんと自分に厳しいなぁ。なんか、めちゃくちゃスナッピーに適応してるよね潔。その上で俺思うの、世界一のサッカーじゃない、なんだから最高。来週の潔、バローに点取られてもニッコニコになってそう。怖。それはそれとして繰り返すし、俺が勝つと思ってそう。無能ゴミザレゴとかす。どこぞの忍者みたいなルビゲーだ。潔よよ一爆発しまくってていいね。潔本当にイタリア行かなくてよかったなぁとは思う。言ったら行ったでスナッピーからメタビ習得しそうだけど。強さは認めつつ自分のやりたいサッカーではないから思考停止でつまらねえと言い切るの潔って感じだわ。最近潔とかよよ1じゃなくて潔よ1って感じ、正式名称で呼ばないとって感じ。これぞブルーロックの申し子よ。それにこうしてキング目を覚ます。潔がキング退職の原因を作ったと言えるから、ある意味一矢報いたことになるのか。潔がユーバースに対して俺が持っていた感想を全部言ってくれた、ありがとう。自分にも味方にも敵にも厳しい潔よ1。潔さん、ブルーロックの申し子の何言わぬ口の悪さで腐ったキング破壊じゃなきゃな。やっぱ潔も今までのキングには思うところあったんだな。そりゃイタリアが勝ってもスナッピーの戦術の勝利になっちゃうもんね。次回か次次回ニッコニコの潔が見れそう。キングと潔がお互い期待度高くて、どっちも自分に厳しくエゴイスト同士なの、最高にブルーロック。久々のパズル爆発よ1見れて嬉しい。でも作画どうなってるの。潔とバローの書き込みエッグイ、これで週刊連載なの神だ。潔もこれにはにっこり。ライバルリーでちぎり取ったり。やっぱ潔は自分の想像を超えてくる相手大好き人間なんだよな。最近だとカイザーインパクトバウンディングでカイザーへの好感度も上がってる気がするし、多分来週バローがゴール決めてもニッコニコやで。潔さんは自分の予想を超える相手を食うのが好きだから、きっとキングの退職には大喜びでナイフとフォーク握ってくれるよ。カラー誰になるんだろうね。潔とバローの殴り合いかな、やっぱり。それは最高に熱い。作画エグすぎるわ、習慣ってマジ？って言いたくなる。今週のパズルピースいつもより細かくさらに多くなってない？つまり潔が新たなステージに行ったってこと？潔とバローはお互いを退屈させない良い関係だよ。潔がバローを覚醒させると潔もテンションぶち上がるのでウィンウィンだな。潔とバロー最高に良い肉食獣同士の戦いみたいなのみたい。ここから潔とバローのエゴエゴ関東カラー来たら、俺は節制を金繰り捨てて紙のマガジン買ってしまうぞ。キングが潔に止められるのを恥と思ってんのいいな。国神の穴馬でもそうだったけど、場にカオスができると潔が必ずなんかやらかすので、今回キングが作ったカオスに潔がどう適応するかめっちゃ楽しみ。潔とバローの関係みたいなやつ本当に好きだな。お互いを食い合おうするみたいな感じ。バローが覚醒したらついに来るのか、潔の主人公感が。多分キング大社を今週一番喜んでるのは潔。暴食魔王ブス悪事記キングイケイ。無能ゴミザレゴとかす、自分への戒めとはいえキレッキレで笑った。好き。これ潔の課題だよな、本人も自覚しててよかった。潔が俺の想像する世界一のサッカーって言ってて、ネオエゴ開始時にノアに聞かれた時には答えられなかったビジョンを今はもう持ってるんだなと思ったらちょっと泣きそう。今回の潔のメタビがトンネル片っぽいの気になる。次回タイトル未来への天秤ってのが気になるね。未来への天秤何？潔がリカユーバース終了を天秤に乗せるの？キャリアのために？関東カラー気になる。ほのぼのイタリア同室あったからバチバチキングブス潔がいいな。キングに期待してる時はキング、どうでもよくなるとバローって呼ぶ潔さん怖い。潔ってなんだかんだドイツが一番合ってたんじゃない？イタリア行ってたら試合出れてなさそう。独自の理論を築ける潔にとっての裁量は間違いなくドイツだぞ。逆に言えば潔クラスじゃないとドイツは外れなんだけど。イタリア行ってたら即スナッピーの方針に離反退職決めそう。ついでに周りの奴らも巻き込んで引き抜いてきそう。潔につまんねえ人間だなとか言われたら泣いちゃう。潔もバローもプライド高くてよかった。来週はユーバースの王としての未来と、それを捨ててでも潔に勝つ未来を選ぶかってことかな。俺はスナッピーがここにある戦術通りすればいい。失敗したら全部俺の責任って言ったシーンが。
ずっとモヤモヤしてた。それじゃまるでスナッピーの操り人形にしかなれないのでは？と潔の口からそれを突っ込んでくれて満足。潔さん1試合で人見限るの早すぎて怖い。でも多分試合終わったら見限った人とも普通に話すんだろうな。そいつのサッカーには微塵も興味ないけど、ワンプレイで下手くそからやったお前すげーわまで触れ幅が変わる男だ。面構えが違う。1秒前の自分の思考回路をバラして作り変えられるのが潔の固有能力なんで、今までの考え方捨てるのって最高に難しいことだから、試合中に常に更新し続けてるの本当に怖いよ潔。試合中の潔さんと日常の潔さんはもはや別人格だから、序盤から本気でやろうとしなかったちぎりや相棒だったバチラがあのまま成長しなかったら興味なくしてた男だぞ今更だ。友達として接してくれるけどサッカープレイヤーやライバルとしては見てくれないの。ブルーロックではきつい。バイバイお嬢はともかく、じゃあな天才が完全に潔の思考の枠内に収まってて見限られた感あって怖くて泣いちゃった。PWC でバチラに本気で見捨てることはしないだろうけど、興味なくなったらすっと離れたりしないって言ってたけど、どの口が言ってんねん案件になってきた。潔の想像する世界一のサッカーって何？教えてくれよ。全ての選手が俺のイメージ通りに動いて、俺がハットトリック決めて、俺のチームが勝つサッカー。多分全員が俺のイメージ超えて動いてる中で、俺がハットトリック取るサッカーも好き。この最高峰の環境でリンちゃんのマリオネットサッカーするのが潔の理想形になるのかね。俺のイメージ通りに動くだけだとイタリアと同じだから理想のサッカーではないんだ。エゴとエゴをぶつけ合い化学反応を起こして俺のイメージを実現するだけでなく超えてくるサッカーが真の理想だ。潔的にはむしろ俺のイメージを超えられまくって敵も味方も化学反応の連鎖爆撃って感じでは？思考枠内だと秒で見限るもん。バローつまんない奴になったって、これやっぱ潔からしても面白い男扱いだったんだな。勝手にバローのエゴ死んでることにしてて笑った。だって誰かの言いなりに動くキングなんてキングじゃないし。実際ビジネスに染まったバローのエゴは潔視点では死んでたんじゃないかな。死んでなくてないで怒りが見えたぎってたけど。潔がバローの死角からボールカットしようとしてて見えてないのに止めに来るだろうなって、シュートやめたの潔の理解度高すぎない？昔味方だった頃に3回ぐらい影からカットされてるからな。潔はカイザーだった伏線か？よいち、ボランチになれ。潔とカイザーでツインシュートして勝負はフランス戦に持ち越してほしい。やるかいナズマ1号。ネオエゴ入ってからの潔が元チームメイトたちに対してテンション低いというか、周りに対して若干冷めてる感じあったの。ここのチームの方針に左右されて自分のエゴを理解して動かないってこいつらさ、みたいな気持ちがあったのかもな。キングがエゴを取り戻したので多分ここからはウキウキしだす。フランス戦はベロ向きだし、リンちゃんが待ってるので多分大喜びする。カイザーっていう最大のライバルの方に気を取られてたのあるから、一応ちゃんとすげっていう感じもあったような気がする。潔決めたバローには合わなかったな。これで潔が覚醒キングに面白い男とか言い出したら笑ってしまうな。バローとは別のシステム系ストライカーとしての理想はカイザーみたいなやつなのかな。基本は戦術と高い能力で点を取りつつ、それを攻略されてる時は潔のような異分子を利用して創造性を発揮するっていう。残り3分ってあとどれくらいあるんだろ。スナッピーがいる間にバローの潔食いと潔のスナッピー攻略が見たい。イングランド戦の3部が長すぎたからマジで読めないよ。潔 vs カイザー vs バローが見たくないかと言われれば、はちゃめちゃに見たい。ジュラパで強い恐竜 vs 強い恐竜 vs 強い恐竜の性癖を植え付けられてな。潔カイザーが今は妨害する余裕ないからしてないし、実質打ち下場はなくなってる。そんなまるでイングランドとスペイン戦では余裕があったみたいな。潔がスナッピー超えする場合は、日和はスターチェンジシステム終了前に入るぐらいしか思い浮かばない。潔でトンネル型メタビューブな気がするんだけど、バローに警戒1点集中して動くようにするんかな。それか今回だけか。なぎれをちぎり上げクリスト、前回はマークする必要ある相手が多かったし使い分けしてるのかな。レオは最後に何しか見えてねえしてて、潔は最後にバローにボールが集まるから言ってたから、最終起点は一人トンネル型になってたんじゃないかな。潔のメタビの視界が切り替えられるようになったってことなのかな。今までは広範囲汎用型だったのが、レオみたいに一点集中型に切り替えられるみたいな感じで、潔1億が証明されてしまった。なんか潔の目のラインがすごいことなってない？脳までパズル化するの久々ってマジ？めっちゃピース細かいし多いよね。今週これがアナログ？
イサギブスカイザーブスバローの三つどもえ大戦争が見れる予感がするバローには大暴れしてほしいとユーバース戦開始時から思ってる俺が通りますよ。イサギさん考え方や馬頭言語がだんだんリンちゃん通り越してさえに寄ってきてないか？気のせいか？皆さんどう思いましたか？感想コメントお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。